富士グラン、西条駅前は、広島県東広島市西条栄町に所在した富士が展開するショッピングセンターであった。1979年に地元の資産家が運営するベルディとして開業。西条町内では、西条プラザに次ぐ2店舗目のショッピングセンターであり、各テナントを三原スーパーとした。しかし1986年にベルディは閉店。 同年富士が建物を取得し、富士東広島店として開業。2000年に、証券規模拡大を図り、味噌の境バイパス沿線に、富士グラン東広島に、昨日移転し一度閉店した。その後、富士東広島店は、富士グラン東広島の保管店舗として、富士グラン最上駅前として2001年に再開店したが、売り上げの低迷で2007年9月、再び、 富士グラン東広島に機能を集約する形で閉店した。後地にはアーバンコーポレーションが商業施設併設型のマンションの建設を計画していたがアーバンコーポレーションの倒産により2008年に計画中止。土地は市が買収し東広島芸術文化ホールクララを建設した。東広島芸術文化ホールの公式ホームページウィークリープレスネット ありがとうございます。